皆さんこんにちは、桜井瑞希です。今日は私のモーニングルーティーンをお見せしたいと思います。どうぞ。おはようございます。今日も一日が始まりました。だいたい午前中にアラームをセットします。いつも朝の6時前後に寝ることが多いので、睡眠時間はだいたい 4,5 時間ぐらいかなと思います。朝はだいたい11時12時ぐらいに起きます。アラームは iPhone のついてるアラームで、めちゃめちゃみっちりアラームが設定されても、遅いと23時50分で、早いと2時17分にアラームが設定されてますね。伸びをしたら起き上がります。日の光を浴びるのも頭を起こすために大事です。その日のスケジュールに合わせて合間合間に連絡を返します。お仕事の日のスケジュールは、起きて一件お仕事の打ち合わせに行ったり、美活をして同伴して出勤する流れです。朝起きたら大体の連絡を把握します。緊急性のあるものだけ先に返します。でもあんまりここで連絡見るというよりは、一日のスケジュールを把握する感じです。起きたらまず洗面台に行きます。目がしょぼしょぼするので、アイボンで強制的に目を開けていきます。視力が悪いのでコンタクトも入れて、やっと頭が冴えてくる感じです。歯磨きをしてリビングに行くこともあるし、朝バタバタな時はそのまますぐお風呂に入ってしまって、スキンケアをして髪の毛を乾かしてヘアセットまで終えた状態でリビングに行きます。歯磨きします。歯磨きはフィリップスです。電動歯ブラシの中でフィリップスが一番なんか強い。これで勢いよく磨きます。歯磨き粉これです。ボタニカルトゥースジェル、ジェルタイプなんですけど、すごいスッキリします。今美容液出してますね。美容液は CNP かな。パタパタパタっとつけています。スキンケアは2種類使ってるんですけど、主にアスタリフトの2つか CNP っていう韓国のシリーズを使ってます。 CNP のシリーズはお店の隣のドンキで買えるので便利です。で、アスタリストはここだけの話、ふるさと納税で超大量に頼んだ時があって、それで使ってます。で、今乳液がない状態でだから化粧水になった美容液のみで仕上げてますが、冬なので乾燥します。メイク始めます。メイクは基本ベースが濃くなくて、下地でベースメイクを終わらせます。キラキラのマルチパジェットアイシャドウっていうのが今個人的にハマってます。これをね、真ん中を目の下に入れるとすごいキラキラして可愛いです。でも結構メイクは薄いかもしれませんね。一生減らないチークも、これ何年使ってんだろうレベルで減りません。細かくてちょっと見えないところは側面の鏡でこうやって覗いてやってます。手持ち鏡は持ちません。はい、こんな感じです。ドライヤーはダイソンのやつです。風量強くて髪の毛長いみんにはもう最適です。タングルティーザーっていう絡まずにサラサラになる櫛で溶かしながら乾かしていきます。ヘアメスタートの髪も絡まずめっちゃいいですよ。ヘアアイロンはヘアビーロンを使っていきます。アイロンするときは大きい櫛で溶かしてますね。サラサラになることを祈ってまっすぐ溶かしていきます。
だいたいセットはストレートにしちゃうこと多いですね。準備完了。そしたらキッチンに行ってお茶を飲みます。湯飲みとあと受け皿を取りますね。左端に見えてるのは豆苗です。豆苗好きで結構育ててます。お茶は水上心に売ってるこのお茶をいつも飲んでます。朝起きた時と帰宅した時と絶対に飲んでます。これめっちゃ美味しいです。ちょっとズルなんですけど2つ入れて濃いめに煮出して飲んでます。1日多分お茶5、6杯は家で飲んでますね。いつもはサファーでお茶を飲みながら携帯チェックします。多分 2,3 時間ぐらいだらだらここでお茶飲みながらご飯食べながら LINE を返します。お茶を飲みながら起きたら時間があるときは Uber Eats でご飯を頼みます。ないときは食べないでそのまま出かけちゃいます。最近ハマってるご飯があって、東京チキンファクトリーっていうしっとりしたささみが食べれるチキンとサラダ屋さんなんですけど、ここは頼めないので違うチキンサラダ屋さんで頼みます。ウーバーイーツで注文したサラダが届きました。サラダは結構最近青じそドレッシングにハマってて、家の青じそドレッシングかけちゃいます。こういうなんかチキンサラダ屋さんのチキンが全部しっとりしててパサパサしてないので美味しいです。いただきます。栄養バランスがいいので何も考えなくても食べれる。いつも片手でご飯食べながら片手で LINE を返し続けます。だいたいいつも1個予定があって同伴に行くので、お服を選ぶ時間は1分とか30秒とかバタバタです。今日はこれで着替え終わりました。今日は全身韓国通販のファッションになりました。これから行ってきます。じゃあね。